ついに降りました。札幌管区気象台は今日正午過ぎ、札幌で初雪を観測したと発表。去年より3日早く、いつもの年よりも15日遅いということです。急に降り出した雨混じりの雪に慌ててフードをかぶる人の姿も。札幌周辺には北風が吹いていて、流れ込んだ雪雲の影響で雪になりました。こちらは札幌市北区の様子。大粒の雪が舞い、車にもうっすらと積もっています。見通しが悪くなっていたのは尻部市の宇津村。道内は11月下旬並みの寒気が流れ込み、各地で雪になりました。そして路面凍結によるスリップ事故も相次ぎました。石狩市新港南1丁目の番名黒大橋では軽自動車同士が衝突。警察によりますと、路面はブラックアイスバーンだったということです。